はい、はい、町山智です、はいえー、町山智広の映画塾、はいえー、アメリカンコメディ最前線ということでですね、えー、ずっとやってますけれども、今回ご紹介する映画は、ですね、えー、ThisisTheEnd、えー、まず副題がついてますね、俺たちハリウッドスターの最強最後の日、はい、俺たちってついてますね、またね無理やりですけどね、無理やりちょっとこれは今日もですねあの21世紀アメリカの喜劇人の、えー、著者、えー、長谷川町蔵さんを、えー、お招きしておりますよろししくお願いします。 またた俺ちですよまたた俺ちちょっとこれ俺たちじゃないんですけどね。っていうのはやっぱりちょっとねウィルメールが入ってないとっていうか日本で勝手につけてるんだから別に何でもいいんですよ。何でもいいんですけどね。俺たちってついてる映画ってみんななんていうかで作ったよ基本的に男同士が。男同士、やとそういう映画だと俺たちがついちゃうっていうのありますよね傾向として。はい で、今回は、あの、俺たちが何かというと、世界が終わるんですね。そうですね。はい、あの、聖書でいう最後の審判が。やってきてしまうっていう。はい、カタストロフィーものなんですけど、コメディ。はい。ことですよね。はい、で、これ、全員が、自分の役やってるんですよね。そうですね。あのー、まあ、主役なのがセスローゲン。はい、セスローゲン。ええー。まあ、あと、えー、その友人役として、はい、ジェイバルチューとか、はい、ジェームズフランコ、ええー、あとジョナヒル。

コメディの作家として成功してるんですよね。そうですね。はい、あのー、もともとですね、ちょっと先ほども話に出,出ましたジャドアパートという人がいまして、はい、この人があのフリークス学園というあのテレビドラマを、はいえー、2000年代初めにやってたんですけども、この人に子役だったんですよシフローゲン。はい、えー？で、こう中年のおっさんにはいつの間に。<laughs> まあだから子役でも高校生ぐらいだったんですけど。青年期のない男だね。 で、あとまああの少年から中年に、ジェイソンシーゲルっていう <laughs>、はい、あのママと恋に落ちるまでで有名な、はい、彼が子役として出ていて、はい、で普通だったら子役ってまあ単に付き合単に役者とプロデューサーの付き合いで終わるところを、はいはい、ジャドアパートは脚本を書くノウハウとかプロデュースの仕方とかすべてを叩き込んだんですよ。<ー>で、あのセフィローゲンでだからジャドアパートのマナ弟子なんですね。はい ああ、それでかけるんだから。彼そうですね。なので、えー、もう彼は、えー 無計画の名帳とノクタップという映画で、はい、ジャッド・アパートの監督作でいきなりもう主演に抜擢されるんですけども、はい、同じ年には自分であの脚本とプロデュースやった「スーパーバッド、はい、童貞ウォーズ」って成功させてしまっているい、はいはい、そこでもうどん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 自分で出る出てプロデュースして脚本書いてという映画を何本も出していく中で、はいえー、これがですね監督デビュー作なんですね。ああ そうなんだ。今までなかった。れだけだった今まで監督は初めてです。あ本当に。で、はいはい、あのスーパーバットドーテムむって見た方いらっしゃいます。どのくらいいますか。あ、もう。あ、結構いるす、ね。いあ、ありがたいです。全員本当は見てほしいんですけども。<laughs> これが、なん、どういう映画かっていうと、ね、この中で言うとですね、えー。ジョナヒルとマイケルセラー。あの、この映画にも自分自身出てる人たちが主役になっていて、それぞれ。 えー、セフト・エヴァンって役をやったんですこれがセフローゲン本人とセフローゲンの幼馴染でずっと共同脚本共同プロデュースやって表には出ないんですけど、はい、エヴァン・ゴールドバーグという人の少年時代をこの二人にやらせる、はい、童貞時代をそうですね、はいはい、それで大ヒットした映画があって、はいえー その、あのセフローゲンとエヴァンゴールドバーグの監督デビューフがこのディフィージジェンドです、ね、<ー>はい。昔童貞だった。そうですね。あでも昔は童貞でした。<laughs> ま,あまあ、はい、まあ童貞マインド忘れていない。<laughs> 忘れてないって、心はまだ童貞のままですね。で、この中でポイントなのがジェームスフランコなんですね。はい、で、ジェームスフランコ。 まあ一人大スターと言えて日本でも一人だけ顔がいいですよイケメンじゃないですかいいです <laughs> 他と比べるとめちゃくちゃよく見えますよね。ねっちゃけでなんで彼が出ているのかっていうのは実はあの DVD スルーになった「スモーキングハイ」アメリカではパイナプップルエッスです、はい、これを見ないと意味がわからないと思うんですが、はい、実はあのジェームスフランコって一旦落ち目になってるんですよ。え 彼もフリックス学園で子役で出てて卒業の友達だったんですけど顔がいいから当たり前だけど一番ピックアップされて「スパイダーマン」に出フライボーイズ」に出やってるうちに何か自分を見失って変な映画ばっかり出てちょっと「スパイダーマン3」が終わった段階でオワコンかなフランコみたいな感じになっていてもうなんかちょっと顔も古臭いハンサムだし今っぽくない。そこを あの。 スーパーパバット当てたばっかりのセスローゲンが、はい「こいつは本当は面白いやつなんだ」って言って「スモーキングハイ」でマリファナの売人役をやらしてそのフランコに自分が振り回される役っていうのをあえてやることでフランコの面白さを最大に引き出したんです、はい、でフランコってそれまで女子にしか人気がなくて男にはなんか闇ったらしいまあグリーン・ゴブリンの方だから嫌われてたんですけど勉強もできるんですよねそうですねイエール大大学院で頭もよくてふざけんじゃねえよってやつですよねただそれがマリファナの売人役やったことで <で>はい、同性人気がめちゃくちゃ増いてフランコ面白いと<ー>フランコいいやつだってことではい、はい、フランコっていうのもうこれで大逆転があって、はい、あの127時間あ,<ー>ああいうのにも出れるようになって、はい、完全にスタートして、はいく。はい で復活して以降のフランコってなんかヒゲづらでヘラ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 してるんですけど <laughs> あれっていわゆるスモーキング範囲のキャラなんです、はい、あれが愛されてるから本人もそうなっちゃってだから今回にも出てる。 まずですね実際にいるジェイ・バルチルがフェフ・ローゲンの家に遊びに行くと、はい、今フ大スターフランコの家でパーティーやってるから、はい、フランコの家に行こうって,言って出かけるところから始まるじゃないですかするとフランコが早く「スモーキングハイ2」を取りたいってそればっかり言って,るってフェフ・ローゲンに「早くやろうぜやろうぜ」って言ってるところに最後の審判が来ちゃう。はいはい これかハリウッドのお金持ちというか大スターたちで悪いことばっかりしてるから最後の審判でその神様が悪いやつはみんな地獄に行くっていうことを起こすんですけどもそうするとほとんどは全員地獄に行くんですよ。で この残された人たちは微妙なところでなんかこう審判留保される段階で週末の日々をサバイバルしていかなければいけないなんで俺たちは地獄に落ちないのかといと結構家がいいからだよみたいな <laughs> とんでもない理由が出てきますけどね <laughs>、うん、で、はい、フランコの家で牢状してもう周りはもう北斗の県みたいな世界になって家の作りがしっかりしてるからあの最後の審判から救われてるというよ,よくわからない展開になってますけどねでそれで彼らは果たして サバイブするのか、紙いい、はい、の服が作るのか来ないのかっていうのが、はい、まあ笑いどころになってる、ねはい。でこれでもあのこのジェイバルシェルって人はほとんど僕知らないですね。そうですね。あのジェイバルシェルっていうのは実はあの日本で一番有名なヒックとドラゴンの声優。あと魔法使いの弟子っていうニコラスケージの あのと一緒にやった、ちょっとファンタジーっぽいのをやったんですけど。この人も実はジャドアパートがプロデュースした映画で、子役として出てて。セフローゲンとかジェイソンシティも一緒に出てた。ジャドアパートって、アメリカのジャニーズ事務所みたいな、ね。まあまあ、ちょっと、リュックスで選ばない。ブサイクなだけリュックスで選ばない。ブサイクジャニーズみたいな <laughs> で。で、まあ、他の人って、やっぱもうみんな今スターになってるのに。ジェイバージュ、ちょっと伸び悩んでるってところがあって。はい あえて今回もなんかフモーキングハイと同じくセフローゲンはシアクティながら美味しいところを彼にちょっと振りつつ彼のなんていうかあの再生計画っていうかもう一回スターにしたいっていう友情を感じさせる、はい。でもハリウッド最近あのエクスペンダブルズもそうだけどもなんかそういうなんかご,ご助会みたいな映画ばっかりじゃないですか、ね <laughs> ええ。まあヤングご助会ですよね。ヤングまだみんな30代なのにご助会しててどうするのかって思いますけどね。ね、ええ。ええ

感じですかね。そうとにかく弱い、装食系な感じ、ね。装飾系の弱い弱い,い。あの、キャラの俳優ですけど、この映画の中では、鬼畜なんですよ。<laughs> すごいんですよ。よあと、あの、ジョナヒル。ジョナヒルも、あの。みんなコメディで人気者になってるのに、一人だけマネーボールで。はい、アカデミー賞。アカデミー賞。それたことを。自慢してるやなや。すげえやなやつの。<laughs> 役を演じてるんです。お前ら。俺は違うからよみたいな。 全員が嫌なやつっていうすごい本人の役ですけどね、はい、まあみんなセルフパロディっていうか、はい、本当はこいつあなんじゃないのっていうのをあえてみんなやってるっていう,う,うリアナも嫌な女ですしねリアナなんでこんなの出てるのかよくわからないですけどねこの人 <laughs> あのバトルシップとかね <laughs> なんかマネージャーがどうかしてると思いますよ本当にこの人 <laughs> でマイケル・セラーがリアナのお尻触るっていうすごいシーンがありますよ、ね あれはいっちゃっていいですよねこれね。まあいいと思います。触れなかったらしいですよ現場で。マイケルセラってやっぱ本当はうんぼっていう人なんです。マイケルセラーは本当に僕インタビューしたかったんですけど、映画とそのまんまの。あのままですか？本当いい人。あこんちゅーって感じですか？そう。ニコ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 してるんですか？って感じですか？あのまあそんな魚くんみたいな魚くんだそれ。それ魚くんですね。はい。あのすごいね穏やかないい人で、もう本当服もボロボロで。本当に。なんかもう本当ファ ファストファッションしか着てないし、本当いい。あ,あ、そうなんですか。<う>でも最近ドルフラングレンが僕この間インタビューした時のビデオ映像をあの4年前にインタ彼にインタビューしたギンティ君に見せたら、4年前と同じ服着てますよって言ってましたよ。<laughs> ドルフラングレン <laughs> 結構やばいですけどね。関係な別の意味でやばい。<laughs> 別の意味でやばいなと思いますけどね。財政面でやばいと思いますけど。<よね笑>そう。でもマイケルセラーはでもこの中ですごい役ですよ。 もうあままりにもす悪いやつなんで神の裁きをらってました、ねまあ、あとダニー・マクブライドっていう、はい、この人は実はその「スモーキング・ハイ」っていう映画で、はい、飛び道具的な、はい、あのなかなか死なないアホな役っていうのをずっとやって死ん,、はい、死んだって思うと「生きてるぞ」ってつだらけになって出てくる何度も繰り返される、はい、この人が飛びやっぱこの映画でも飛び道具や とにかく傲慢で何も考えてないし何も感じない男っていう役で出てくるんですけどす、ね、<laughs> 本当にそういう感じな人なんですよ。<laughs> で、まあ、すごいギャグが、ね、出てくるんですけど、まあ、ひどいひどいギャグですね <laughs>、まあ。はっきり言うとどういうふうにひどいかっていうとジェームス・フランコは一生懸命隠しているエロ本を見つけて勝手にそれでオナーにしちゃうんです。でかけちゃうんですね本に。最悪ですねこれ友達として。ねこれは許せない <laughs> ジェームス・フランコめちゃくちゃ怒るんですよ。 ねえ、なんでジェムファンフランか、そんなも持,持ってるんだっていう。ジェフも、なんかこれ持っててめえ、俺の大事な絵本に。精子かけはってこの野郎、お前にもぶっかけてやるっていうと、うすると、あの、ダリマクライルが。バカ野郎、俺もお前にぶっかけてやるぞって言うんですね。よし、ぶっかけ合いだって言うんですけど。それ。 ゲイじゃないのかっていう <laughs> また同じ <laughs> よくわからない喧嘩してるのか仲いいのかよくわからないというですね。そう芸じゃないのか問題もちょっとギャグとしてあるんすよね。ギャグとしてあるんですよね。ええ、ネタバレであとそ,そういうねまあひどい映画ですよ <laughs> 本当に。<laughs> でこれも宴会映画、ね。宴会映画ですね。宴会映画だけどねあの三十億とか四十億かけてるんですよアメリカ映画っていうのは。<laughs> でもこれ確か百億近くカフェだ。 で宴会やって100億稼げる人って日本でいないよいないっすね。これやっぱすごいなやめらんないと思いますよこれは地獄落ちますから全員ねこの人たち <laughs> こういうことやってるんではい。ということでもっとあのひどい話はあのまた映画が終わった後、えー、復習編で、えー、お話し,します。ということで「えー、This is the End、えー」ぜひご覧ください。